ートが切れるかどうかが勝負かなということですね。頑張るぞ。JR 小倉駅の特設ステージで実施された駅中ハイハイレースには7ヶ月から1歳までの赤ちゃん24人が参加しました。赤ちゃんたちは制限時間2分で3メートル先のゴールを目指します。いや感動しましたね。大好きなコロコロの効果がありました。保護者はおもちゃを使ってゴールまで必死に誘導しますが、中には泣き出してしまう子も。この涙は何ですか、この涙は。なんか無事に大きくなったなと思って、ここまでなんかすごい感慨深いっていうか。このイベントは JR 小倉駅の緑の窓口に授乳やおむつの交換ができるベビーケアルームがオープンしたことを記念して開催されました。